物を集めなきゃいけなくて、まあ、何もやってないんですよ本当に。何をやってたんでしょう私は今日っていうぐらい何もしてない。やばい、時間がなさすぎる、やばいです、やばいです、やばいです。なんかめっちゃ袖出るし、いや、これでも私一応8時半に起きたんですけどね、なんかねちょっとねどこかでのんびりしちゃったのかもしれない、自覚はないけど。これぐらい、めっちゃ良さ行きの格好。そうです。セットが好きで、昨日もセットアップ行ったんですけど、セットアップにハマってるっていう話。どうでもいいですね。ごめんなさい。あややさんのセットアップ見た。昨日ね、ラジオの収録してて、見てない。DMM で後で見ようかなと思って。何がいるんだろう。充電器とイヤホンと、あ、いや、こんにちは。今日は寒いかな。上着なしで外出ようとしてるけど大丈夫かな。あ、ダメ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 、危ない。大丈夫か。わかりますか。メイクしてますけど。今日はね、ちょっとお楽しみな日。つけてんのよ、今。暗いから。アキラこの時間まで普通に寝ちゃうよね。いつだったら寝ちゃうよ。
ありがとう。あとはありがとうございますあとはちょっとだけメイク直しの道具を持っていくだけ。おはようございます、こんにちは、こんばんはやっほーい。かわいくないこれ、鏡お気に入り。まあでもメイク直ししないけど、なんか一応持っていきます。でもなんかマスクするから取れちゃうんですよね、普通にマスクなしより。ゆずぽとみやまるどっちが足長いの？いやー、わかんないです、それは測ったことないからわかんないけど、なんか座高は私めちゃめちゃなんか短くてすごいなんか猫背に見える。のが悩み。これゆず櫛どこやったんだろう、櫛がない。お気に入りのやつ、お気に入りのあったありました。そう、なんかね、座高は昔からなんか低いんだよね、小学生ぐらいの頃から。なんかね、でもなんか座高測らなくなったじゃないですか、学校とかで身体測定だっけ。でさ、私座高小学3年生ぐらいまで測ってたんですよ、けどなんか急になくなったから。私何分から始めてますか？4分ぐらい？4分ぐらいかな。元気休まるって初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれゆきです、ありがとうございます、ありがとうありがとうございます。現地のトーク会4月25日完売してるね。本当ですか、嬉しい、やったありがとうございます。4月25日ね、 OK、 ちょっとノート見ろ。4月25日、嬉しい。愛知スカイ行けそう、25年。何着ようかな、おはようございます、こんにちは、こんばんはうん、4月25か。でもなんかまだまだ先って感じるけど、あとちょっとだな、もう1ヶ月ぐらい、あっという間だな、早い早いわね。
あ、皆さんそういえばコンサートはどうでしたか？なんかあったんですよね、当選発表みたいなやつ。どうでしたか皆さん、応募しました？楽しみだな。なんかもう現実味が湧いてきてる、だんだんと。昨日はジェリナさんの方のコンサートの振り入れだったんですけど、なんかなんだかんだすごいいい曲ばっかりすぎて、なんか楽しみ。なんか卒業公演って悲しい気持ちになっちゃうけど、でもコンサート久しぶりだし、絶対いいコンサートになると思ってるので、楽しみましょう、来れる方。でもなんかあるんですよね、生配信みたいなやつ。なんだっけ、アベマだっけ。日曜日のお昼、おお、当選しました。日曜日のお昼はね、あれをやる、あれをやります。 あれをやります。イエーイ。あれをやるんですよ、あれですよ、あれ、あれですよ。 その配信もあるみたいなので、まあ落ちちゃった方もそちらを見ていただければ、十分楽しめるんじゃないかなと思います。でも今このご時世の中でやっぱお客さんを入れてのコンサートできるのはすごい嬉しいことだし、久しぶりだし。楽しみ。18分だ。もう早い。やっぱりもう落ちてなきゃ。ちょっとね、土曜日なのにこんなに短い配信になっちゃうのは私もちょっと嫌なので、お家夜かな、帰ってきてからできるかな、多分できると思うので、ちょっとその時にまたやりたいなと思います。やりたいと思います。おはようございます。今日は私の中ですごいチートデーなので、ちょっと 筋トレ頑張る。やばい。てか21日ってあるんですかね、ちゃんと。あるかなって、1週間後だけど、あるんですか、ちゃんと。大丈夫かな。あるんでしょうか、ないんでしょうか。っていう感じなんですけど。あ、15分。ちょっとこのテロップが消えたら終わりたいと思います。お父さんが20分に家出るって言ってたので、やばいです。20日もね、20日もあるよね。そう、そういえばなんか振り替えみたいなやつですよね、確か。おお、一応明日がオンラインお話し会なんですけど、何行きましょう。すごい泣いてくる。俺何もわかんないよね、なんか本当に。来月やっと会える。おー、嬉しい。なんかね、結構ね、初めましての方も多くてですね、今回のトーク会。嬉しい。ありがとうございます、本当に。会えるの楽しみにしてます。可愛くなってきます、ちょっとでも。あ、消えた。ってことで今日は、一旦ここで。お昼前の配信はここで終わりにして、また夜帰ってきた時に配信すると思うので、ぜひその時は見に来てください。ではまた後で。行ってきまーす。バイバーイ。 ありがとうございました。またね。バイバイ。良い一日を。
ありがとうございました。